今までの最高段位をお願いします。すごいすごい、おめでとうございます。あ、で、これここに、あ、まあいいや、ここにダイヤの5って書いてください。これカスタマイズ投票、良い、いいカスタマイズを決めるやつで、これとこれとこれとこれ全部あのこの中に入れて持っててください。まだこれ書かなくて大丈夫、うん、で、あとコインを3つ色同じでもいい。じゃあそれは、じゃあこれ、うん、これで書いちゃってください。 ありがとうございます。で、スペードなんてここ OK。 はい、すいません、 今からフリップ始めます。で、エントリー済んでない方は早く来てください。何でも、あ、マジ怒ってるからって言ってほしい。早く来てって、お前ら出禁にするぞって、マジで。オッケー。すいません、シャオフのエントリー済んでない方いらっしゃいましたら早く来てください。もうフリップ始まってますよ。あ、リンク前入れ、あー、お願いしていいですか。何もできないね、本当に。シンク最高初段とかあれか。じゃあ、あいつ一人ソロ3オンでソロ、うん、あいつ3オンでソロ、でも40番くらいに書いてて、うん、あいつふざけてんだけど。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあまずお金ください。はよ。あれ？変わんないんだけど。これでいいのかな？はいはい、呼び戻して、速攻で呼び戻して、あいつらマジぶん殴りたいんだけど。あ、ふざけてるだろ、あいつら殺した方がいい。あ、はい、了解です。ちょっと一旦配信、一瞬だけ配信だけ止まります。大丈夫大丈夫、それは大丈夫、いつものことだから。本当にね、なんでわざわざ今からドラクエしに行くんだよって話なんだよな。ドラクエは今いいでしょ、ふざけんなよドラクエとか今さ。うん、温まってるよもう。エントリーしてから行けって話だよ。もうドラクエせよマジよ。あん、書いといていいです。フリップは4台、こっちもこっちもよ、こっちもフリップだよ。オッケーオッケー、ここの2台とここの2台フリップです今。てかエントリーしてくれないとトーナメント表作れないから、
お願いします本当に。一応2台が録画台で、こっち台はこっち側は全然録画されないんで、それはちょっとあの察してください。間に合わないんじゃない、ねじまきさんは。まだあのねじまきさん多分来るの3時ぐらいだと思うよ。今回マキシさんもねじまきさんもちょっと遅れての参加となるんで、うん、今回1時2時ぐらいって言ってた。ごめんね、ちょっとカクカクしてる。ちょっと待ってね。ちょっマルブよ、ほんとよ、ほんとにね、マルブさんなんとかしてくれませんかね。シャオユオフ受付してない方早めにしてください。トーナメント表が一切できません、このままだと。で、あとフリップね、もう始まってるんで、台開けちゃうと無駄なんで、やっちゃってください。やってない人がいたら優先的にやらせてあげてください。こっちもフリップ台ね、ここの2台と左側の2台え全部フリップ台になってます。うん、あ、やっちゃっていいよ。反対だった、間違えた。会長できん、あいつできんだわ、もう本当できん。ドラクエ勢ダメ。とりあえずマジで、もういない？エントリーしてない人できないよ、本当にエントリーしてくれないと。今回結構遅れてる人が多いからやばいな。大丈夫？じゃあもうそろそろこの状態でトーナメント表を作り始めちゃいますよ。いいですか？もう一回聞きますけど、エントリーしてない人いないですよね。いいですか？で、もう一回説明しますね。この手前の2台、僕の右側と左側にある両腕2台ですね。台の要はそのなんかなんだっけ、リングになってるやつの上の2台と、その、席の横の左側の2台、これ両方あのレンタルになってるんでフリップになってます。で、右側、このですね、リングの上の2台に関してはあれになってます。イベント設定なんで段位変動なしです。あ、開けないで座って、開けないで座って、イベントなんで段位変動なしです。その代わりこっちの左側段位変動ありなんで、ちょっと第2戦とかフリップでやりたいなって人はこっちの左側でやってください。
その代わりにね、後ろで待ってる人がいるはずなんで、連呼だけはなしでお願いします。あ、じゃあちょっと直しますんで大丈夫です。ありがとうございました。先生、シャオ、ランダムスリオンですか？シャオユーですか？で、ランダムスリオン必ず1キャラだけシャオユー入れないといけないんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？じゃあ100円でお願いします。で、すいません、ちょっとこう後ろの方になんですけども、ちょっと申し訳ない、この後ろとかで。リングネームと最高到達段位だけ書いていただいてもよろしいですか？はい、あ、大丈夫です。お金分けなくていいよ。じゃあお呼びするときノーネームさんってお呼びすると思うんですけど、大丈夫ですか？書くやつここです。名札の名前書いてない方がいらっしゃると思うんですけど、名札、マッキーペンでちゃんと名前書いてくださいね。あの、名前書いてないと誰が誰だか分からなくなっちゃったりするんで、それはちょっとお願いします。今日はなんかのびさんの講習は8時半からあるらしいんで、今日のびさん来ると思うんですけど、8時半ぐらいからですかね。で、8時半に入ってるんで、要はシャオフ押して要は押すことができないんですよ、ほとんど。なんで、あの、ちょっとご協力お願いします。ちょっと押して進めるってことが難しいんで、そこをちょっとご協力お願いします。あ、なんて、何、飲み会のキャンセル、キャンセル、あ、飲み会のキャンセル、あ、はい、枠何人で取ったの？20。あ、ごめん、コウスケさん呼んできてもらっていい？やっぱ変わんないんだけど。コウスケさんいる？ごめん。すいません。これって、切り替えるときって、上に上げたり下に下げるだけでいいんですか？はい。で、音声だけ、音声は上でまた合わせてもらわないと、はい、音声だけ逆とかなっちゃう。あ、両方やらないといけないってことですか？ A が入ったんですけど、はい、で、こっちの2つ一緒に上が A で、あー、なるほど。で、上も A と B って書いてあるんですけど、はいはいはい、下が A なら上も A にしてもらわないと音が増えちゃう。あー、了解です。下の部分でもこっちの方がいいんで。了解しました。あ、今日ってあれですね、8時半からのびさんの講習入ってるんですよね。あ、了解です、わかりました。あ、3-4 から先やる予定で、はい。あ、すいませんが、よろしくお願いします。はい。あ、そう、あ、直接書くことってできないんでしたっけ、あれって。あー、あ、それでランダムさ、一応なんか、あ、そっか、そっちどうしようかな。あ、いや大丈夫です、直接書く形式で、こっちでも用意してるんですよ、何かしら手段を。で、なんで
そこは大丈夫です。はい、すいません、よろしくお願いします。あ、はい、すいません。見てるみたいね。すいません、じゃあ今からランダム3オンチーム決めしますので、エントリーランダム他キャラ使いの方とか、本当は多分新見さんとか出る予定だったんだよね。で今からちょっとチーム決めするんで、呼ばれた方はすぐ来てくださいね。小雨Fight!
Get ready for the next battle. じゃあすいません、あと今ランダムスリオン1人足りないんで、どなたか参加してくれる方いらっしゃいますか。あー、お疲れ様です。にみさん髪伸び伸ましたね。お疲れ様です。あと1人、すいません、ランダムスリオンあと1人なんですけど、参加者いらっしゃいますか。とかこれさ、このままだと、あ、でも大丈夫か、あと1人、シャオ使いがいないランダムスリオンになるんだけど、チーム的に。あ、どうっすか。どうぞ。台風の目になっちゃう。台風の目、怪しくか、面白いから見えかもしれんけど。さあ、あと1人、ランダムスリオン足りないんで、参加者いらっしゃいませんか。はい、シャオユ使わんといけんやつです。出ます。ちょうど今あれなんですよ、2人余っちゃってて、あと1人欲しいんですよ。あ、ちょうど新見さんとロキさん合わせて、あ、はい、あと1人がいる。そう、あかんやつ。あ、これ今1枚ずつ取ってもらっていいですか。ちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、これと、トラックで、名前書くやつが、あれ、名札がない。あ、こっちじゃ、下じゃない、下。で、あと好きなコイン3枚、色なんでもいいです、取ってください。取って。コイン3枚、同じ色でもいい。はい。あれですよね、新見さんとロキさん出るんですよね。で、出ますよね。あと一人どなたがいませんか。そしたら誰かが分身することになるんだけど。残機2になるんだけど。あ、じゃあどうしようかな、悩むな。すいません、どなたか一人ランダムスリオン、もうこの際参加費いらないんで、一人誰かいませんか。シャオスカー誰か捕まえて。誰、太田さん。じゃあ二毛作さんでお願いします。二毛作さん、じゃあこれすごいひどいチームができたんだけど。クマ？ジャック？
ジャック強いんじゃないこれ、やばいんじゃないの。あ、違う、ちょっと今できたチームがすごいひどくてさ、ソウリンが誰もいない。すいません、今ちょっと発表します。あのこのコインの使い道なんですけど、今回あと特別称号って大会優勝した人とカスタマイズであの投票一番多かった人と、あと一人このコインを一番持ってる人になります。なんであのどういう手段でもいいです。この勝負勝ったらコインくれって約束してもいいし、このコインあげるから前に入れてくれって言ってもいいで、あくまでただ あれなんですよね、どの色のコインが目的になるとかはランダムです。なんでその赤と緑交換しようとか、ただ交換してもいいです、対戦しなくても好きにしてください。その代わりこのオフが終わった後にこのコイン一番持ってるやつ、このコイン一番持ってるやつが称号ゲットとかにしますんで、そうそうそう、好きな色3枚取ってください。コイン取ってない人は取りに来てください。どの色になるかはランダムです。交換してもいいですよ、もちろん交換してもいいんですけど、覇気だけはやめてくださいね。覇気だけはやめてください。エスポールと一緒です。これ好きなの覇気、覇気した黒い服の人に連れてかれる。青って省略して。あ、使用キャラ書かなくていいよ。いいいい、書かなくていい、書かないでいい。で、すいません、台の説明しますね、もう一回。リングの上にあるやつがイベント台です。団員戦は発生しません。左側にあるやつ、こちら側にあるやつは団員戦が発生します。発生する可能性がありますんで、ちょっと団員絡んだ対戦したいなって方はこの左側に来てください。はい、あ、赤？赤でしょ、拾われてた。次破棄したらできんね。このチームやばいよね。しかもさ、このチームさ、シャオ第1回のシャオオフの時のチームじゃない。あ、そっか。だよ。あ、そっか。やばいねこれ。老害チーム、まさかの老害チーム。あれ、大会のパネルってポスケさんに持ってきてもらったと思うんだけど、誰かちょっとここに渡してくれませんか。スリーオンのやつがいいです。俺あ、それ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 、あ、丸ごとこっちに。服なんか布みたいの持っててよ、コウスケさん。ない？ないね。違うやつ、うん。あ、これ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 。これさ、もう書き終えました？
show you I know words. Get ready for the next battle. はい、すいません、チーム分けできたんで、これちょっとあのリングの上までもリングの前に 3-on のチーム分けできました。なんでちょっと 3-on で自分のチーム確認してください。お願いします。自分のチームの確認をお願いします。今リングの上にトーナメント表できたので持ってきます。そのトーナメント表を見て自分のチーム、リーダーが誰なのかとかね、それ含めて確認してください。今からちょっとリーダーの方の、あの名前読み上げるんで、その人ちょっと対戦中でも頑張って手を挙げてください。申し訳ないんですけど、今からリーダーの方読み上げますね。残念ながら、リーダー1番目大塚さん、大塚、はい、菊池さんとエマさんです。あのチームメイト菊池さんとエマさん、大塚さん手を挙げて、うん、菊池さんとエマさんを今手を挙げてる人ちょっと見てくださいね。あの人がリーダーです。次、総計さんいらっしゃいますか。総計さん、総計さんちょっと手を挙げてもらっていいですか。申し訳ないですけど、はい、この方がリーダーになります。総計さんのチームメイトは小雨さんとオルテガさんです。小雨さんとオルテガさんです。次いきますね。リーダー光さん、光さんっていらっしゃいます。光さんちょっと手を挙げてもらっていいですか。で、すいません、その方のチームメイトトロロさんとボナンザ、トロロンご飯さんとボナンザさんです。次、リーダーチャチャさんでいいのかな。チャチャさん、リーダーチャチャさんです。チームメイトがボンバシーさんと誰だろう、これリンクさん、リンクさん、チャチャさん手を挙げてもらっていいですか。ボンバシーさんとリンクさんちゃんと見てくださいね、リーダーの方。はい、次リーダーブライアン、ブライアンリーダーで、チームメイトモクタンさんとハクラさんです。ハクラさんいらっしゃいますか。ちゃんと、リーダー確認してくださいね。次、リーダーモノクマ、モノクマクマ、はい、手を挙げて、はい、チーム、パヨさんとシュウさんです。リーダーの方確認してくださいね。パヨさんとシュウさんはモノクマさんチーム。次、リーダーオッタさん、オッタさん、オッタさんのチーム、ルカさんとウィーカーさんですね。ルカさんとウィーカーさん、チームリーダーの方オッタさんなんで確認してください。はい、次、チームシャオスカ、シャオスカの、チームメイトミャーコさんとピオピオさんです。固まってんじゃんここ。次、老害チームマキシ、チームマキシマキシさんとイエユさんと僕です。はい、老害。次、ちょっとこれうさんくさいんだけど、新見さん、新見さんチーム、新見さん、ロキさん、二毛作さん、全員シャオ使いじゃないです。めっちゃ、でもみんな片方シャオです。ん、違う、あ、ノーネームの人、ノーネームさんがあぶれてない、あぶれちゃってる。じゃあ二毛作さんの代わり、二毛作さん出ますよね。申し訳ないです、すいません。ロキさんと、申し訳ないです、ロキさんとノーネームさんとニミさんで、すいません、お願いします。しまった、ノーネームさん、ロキさん、あ、それ作りました、パネルに、パネルに作りました、作ってないよね。あ、じゃあ俺たちが当たるんで。ふざけんなよ。いや、でもあれ硬い、スーパーシードだから大丈夫。あれ、いや、決めてないです。あいつらはさすがに遅すぎる、ダメ。ゼロ回線があるかウルトラスーパーシードにするか迷ったんですけど。そう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 、あ、これをとりあえず俺たちのチームの、あ、いちゃ、反対側に貼ってほしい。あれはただの障害物競争なんで。ウルトラスーパーシードです。てか、あの運営してるから抜けれないんだ。うん。はい、じゃあチーム確認してください。5分後ぐらいには、3-on始めます。
Get ready for the next battle. はい、じゃあリング上、リングの上のね、対戦、この対戦で一回終わってくださいね。この対戦はやっていいんで、この対戦が終わり次第、3オンに切り替えていきます。今の対戦終わり次第ストップでお願いしますね。吉光とかで乱入してグサグサやっちゃってください。あ、いいか、イベントモードか、イベントモードだから大丈夫だ。はい、じゃあ1回戦準備だけしといてくださいね。大塚さんチーム、大塚菊池エマさんと、総計小雨オルテガさんチームですね。で、奥側の台、僕から見て奥側、要は、入り口側の台が A 筐体、手前の台を B 筐体とします。 A 筐体大塚さんチーム対総計さんチーム、準備しといてくださいね。ありがとう。B 筐体は、オッタマンのチームと、見えないモノクマのチーム、オッタマン、ルカさん、ウィーカーさんと、モノクマ、パヨさん、シュウさんですね。チーム準備しといてください。あ、でも早稲田式にした方がいいんだっけ。この前早稲田でやったね。どっちが早い。中堅が早稲田でやって、早稲田の方が早い。じゃあ先生、早稲田なんで、大塚さんチームと総計さんチームのみ準備お願いします。はい、じゃあ席立ってくださいね。はい、じゃあ今から言います、大塚さんチーム対総計さんチーム、早稲田式でお願いします。あ、これは障害物です。障害物競争なんで、なくてもいいチーム。じゃあ牧師さん、これ第1回
のシャオフの時のスリーオンのチーム。やばいでしょ。老害、老害チーム。はい、じゃあ大塚さんチームと総計さんチーム、大塚さんと総計さんじゃんけんして。大塚さん、大塚さん後ろ後ろ、筐体のみ決めてください。ちなみにステージ選択は全部ランダムでお願いします。 1P2P だけですね。 1P2P のみを決めてください。大丈夫です。はい、じゃあ結構サクサク座っていただけると助かります。お願いします。あ、ちなみに早稲田のルールがわからない方っていらっしゃいますか？わかんない人、とりあえず先に先方中堅が座って同時に対戦始めていただけます。で、その後大将が対戦する形になるんですけど、まあ結局3人のうち2人勝った方が勝ちです。今ねじ巻きさんがこっち向かってるみたいです。はい、どうでもいい。あ、鳥はどうでもいいと。あ、了解です。はい、早く座って大塚。副砲とエデルワイス。はい。大将は固定です。はい、始めちゃってください。前回はね、ガンガンいろんな人ね、煽りたい方で煽ってたんですけども、今回はね、新規の方も結構いらっしゃるんでね、ちょっとちゃんと一人ずつね、僕が分かる範囲で紹介しつつ、まあ、いいとことかね、悪いとことかね、いじっていきたいと思ってます。どうしようかな。ここは A 筐体ちょっと説明して、解説していきたいな。楽しそうだしね、見ててね。 A 筐体、総計さんと菊池さんのね、試合を解説していきたいと思います。総計さんですね、今回勝負出るの初めてですよね。総計さん、静岡から来ていただきました。ありがとうございます。最高到達芸人、さっきまで玄武って書いて、あ、違う、スザクって書いてたけど上がったのかな。風神になってますね。さあ、総計さん対菊池の試合を見ていきましょう。立ち上がりはラースから出してるんですね。お互いに勝負なのに勝負から出してないという割と珍しい展開ですね。しっかり攪拌を入れて、起きてしっかり消えろを打っていく。壁コン入れて、ちょっと壁には絡まない。絡まないが、魔節を透かして置き攻めに行く。さあ、菊池、ここは左さばきで止めに行くが、うまいように透かされ、下段を刺さってしまう。うまい、ぶっぱ長打が当たったが、うまく壁に、絡むことができなかった。これは、ワンチャンあるのか、ないけど、置き攻め重視っぽい感じ。さあ、フェンが倒されてしまった。さあ、たまらず菊池、シャオを前に出していく。さあ、前々と LP が当たって、ヒットから下段を許してしまった。さあ、横体なのか何なのか、 4LP が当たってダウンを取ったが、さあ、このステージにしてはなかなか下が割れない珍しい展開ですね。タグ2だと割とすぐ割れちゃうイメージなんですけども。さあ、龍鳳の下に確定を決めて、さあ、 1LP ガードされてしまったが、おっと、フリーズを通していく。さあ、醤油、シャドウカッターに対してはタッチキャン長打を決めていきたいところです。遅、超遅入んない、超遅じゃないね、あれ、なんだっけ、ため投剣入んないからね、醤油は。さあ、前ダブル PA でチェンジ狩りを透かしていって、さあ、ここで両パン投げを通していく。
弱円から展開を作っていきたい総研に対し 1LP で拒否って言ったがペペンを通されてしまう。さあ総研ワンチャン、総研さんワンチャンもぎ取っていきたい菊池、どうやって戦っていくのか。さあ弱円から展開は右横移動で逆されてしまったリバースレフト投げを通して、さあ割れない、まだ割れないんだ。さあ起き上がりを食らって壁コンボ、さあちょっと壁コンボには難しい位置だったが下段を通してステップ LP から龍鳳テッサ鉄板連携出し切って角半をもらってしまうが基本 WK はギリギリ引っかかってしまった。そう左アッパーから背面コンボを決めていくのは総計背向けペペンからの投げもしっかり横移動からの入れ込みで勝っていった。さあここでさすがに風神といったところでしょうかね。さあ次に打つのは先ほど俺と死ぬほどクソゲーを繰り広げた大塚。さあ副砲見えてないんだろっていう老人プレイ、老人プレイから壁コンボが入っていない、ここら辺老人ですね。さあ前 WP からチェンスラー、チェンスラー本当好きだね大塚は。対する小雨は割とニコ生でも頑張りながらぶち切れてプレイしているプレイヤー。さあ今日は明けだからいつも通り大パンとか規制を上げられなくて困っている。3ラウンド目はダウン空から展開を作っていきたい大塚だがダウンを取られてしまった。さあ小雨 1RK からダウン空脚置いてあった激撃手投げは通らないが長打をこすってワンチャンス、とりあえず1ラウンドをもぎ取りたい小雨に対して大塚はいつも通りにエーデルを打っていく。さあステールピーからワンツー横移動に背面確定。さあここから下段ワンチャンを狙っていきたい。さあ確定が返らないゴートライティをしっかり拾っていって壁が絡めば、さあ壁攻めどうする、左さばきがスカってお互い気まずい空気になっていくが大塚はセロハンテープが好きとさっきからちょっちゅう言ってるよね。さあ ORK を使っておいしい感じの大塚だが、さあどうなるの、ちょうど空中に当てってワンチャンの下段はさばいていく。そこはガードしてちゃんと長打入れたいけど難しいよね醤油使い。あーっとこれは小雨のワンチャンある。さあ一本取って小雨にこれをもしかしてもうすでに小雨が取ってしまえば大塚チームはあとは消化試合を残すのみなんだが、さあ総計さんも小雨に頑張ってほしいと思っているでしょう。さあ副砲は取らない、爆振りから壁が絡めば美味しいがちょっと遠いか、チェンジ重ねてセロハンテープから副砲、これがシャオイオフ、見えてる人でも食らうんですシャオイオフでは。おっと右アッパー当てて、はい落ち攻め重視から下を通していく、おっと暴れている大塚。さあ 2LK からうまい連携だったがちょっと欲望が見えたか、前 RK から前 RK からしつこいよ大塚は、同じことやり始めたらしつこいぞ。さあ 3RK から展開うまかったがコートリーはガードされてしまうが、お前本当に見えてたのか、しっかり待った入れて壁コンボ。さあここからどこまで減らせるか、減らせない、左投げを通して置き攻めはシャガパン、やっぱそうだね、幼稚すぎでしょさあ大塚ボサメに勝って死ぬほどガッツポーズ、当たり前じゃないですか、当たり前じゃないですかまあリーダーだからね、さあ最後残すところエマさんとオルテガさんかな、マルブちょっと来い、ふざけんなよマルブ、お前先にエントリーぐらい済ませよマジで。さあエマさん、これエマさんもあれね生放送とかやってる方ですね、シャオユアリサ、結構シャオユアリサっていないと思いきや割といるんですよね。さあ対するオルテガさん、これちょっと楽しみなんですけどね、オルテガさん
どんなコンボを見せてくれるのかさ、デバッグモードに入るのか否かというところですかね。デバッグモードに入ってくれたらそのまま試合決まっちゃいますからね。あ、筐体切り替わってない。はいはい。さあ、マッターホルンの余韻にまだ使ってる大塚と、さあもう佐山さんとオルテガさんの試合を解説していきたい。さあ、シャガパンから お互いにからコンボを決めて、おっと、ここはちょっと横移動をうまく使って相手を壁から逃がさない立ち回りができているな、エマは。素晴らしい。さあ、下カス当たり、さあ、あれ何フレなんでしょうね。さあ、壁強が当たってちょっと剥がして、LKRP から、さあ、チェーンソーの壁攻めが入っていく。うまい。さあ、ここはチェンジガリなんですかね、クラッシュガリなんですかね、今のは。さあ、タッチ、ちょっとなんか怪しいのが見えたぞ。ワンチャン今のは危なかったんじゃないか。さあ、吉田コンボ決めて体力をガツガツ粘っていくエマに対して、さあ、デバッグモードに入ってしまえば勝ち確とワンチャンを狙っているオルテガ。さあ、挑発から怪しい結果時計からの発生、出し切り食らってダウンしてしまう。ここはワンチャン、なんか危ないぞ。これは入っている、しっかり、これ壁限定ですね、間違いなく調べている、さすがコンボ職人。さあ、横体からの使って、これワンツースリー、若年コビを入れたかったが、まあまあのダメージといったところ、アサルト入れて前ダブル確定から、おっと怪しい、シャガパン確定が入らない、怪しいジャンプが出ていくが、ここは有利から河原最大ターメンに対して大き蹴りを決めていく。さあ、天正十字砲から有利を使って攻めていく。大塚が何か言ってるが全然聞こえない。さあ、そうだ、出し切ってリゴーから展開をお互い作っていきたいんじゃないかと思うが、おっとライトが一緒に見えたぞ。さあ、ここの読み合い、チェンジを、ああうまい、チェンジを誘っていたのか、エマが長打連勝で2本目の選手。さあ、ここ前々ダブルピン投げから壁強、怪しい怪しいぞ、これはなんか出た、減ってる減ってるか、かくってんじゃねえかこれ当てて確定、ブライアンの速いガーフ、おっとこれは細切りですかね、しっかり壁まで行かなかったが、扇蹴り、さあ、うまいね、今のチェンジ狩りは全国の勝負ですから参考にするといいと思います。さあ、ここは確定、リゴー隊は入れれないか、河原楽陽、先ほどから大会の緊張感か、確定が入らない展開が続くが、カウンターから、さあ、ここは運んで壁攻め、おっと怪しい前転、ランクから大きい、さあ、置き攻めは前転を選択。さあ、ここはじっくり削り解いたエーマに対して何か当てたい、何か当てたいオルテガ、投げを置いて、おっと、あさすがにここはエーマさんの経験値がいきましたね。さあ、予定調和、さあ、ここは、大塚さんとのチームがね、勝ち抜けですかね。ちょっと大塚さんのチーム、それ書いてもらっていいですか、勝ち抜けのところ。はい、次、オッタマンのチームとモノクマのチーム。まあ、今見て分かる通りね、めちゃくちゃ強い人が一人いてもチーム力があれば勝てるんですね、 3-0 はね。なんでそこはちゃんと頑張ってください。一人だけ飛び抜けて強いよりもね、みんな強い方が、みんなのチーム力があれば勝てるんでね。さあ、次、誰かな、オッタマンのチームとモノクマのチームですかね。さあ、これはどっちを実況していきたいかなというところなんですけども、
どっちがいい？B 筐体。さあ、これはパヨパヨさんとルカさんの試合ですかね。はい、フリップやってください。なんで空いてるんですか、ここ。フリップやってくださいよ、ちゃんと。埋まって、もったいないよ。さあ、パヨパヨさんとルカさんの試合ですね。フリップやっていいよ。なんでやらないの。普通に捨てゲーしていいから、呼ばれたときは。やってやって。もったいないから。おーっと、背面から、おーっと、パヨさんが気づいたら一本選手。そうですね、パヨさん、参加する前にシャオドラグの強さを見せつけてやるとおっしゃっていただけのところはあると思います。さあ、ここはリゴ、ちょっとここは確定ではないが拾ってしまった。さあ、ここは前衛壁で壁強を狙っていく。さあ、ここはシャオドラの壁ゴン、新しい、おー、ちょうど確定臭い。さあ、今のは多分クラッシュ対策も兼ねているんでしょう。さあ、4LP にコゲツがカウンターしてしまう。さあ、ルカさん、ここはちょっと苦しいが体力をどうにか戻していきたい。ここで下を通していく。さあ、壁コンボ、置き爪をパタパタから下段を通していくパヨ。さあ、壁から押し返したいが、その攻めっ気を読まれてコゲツでカウンターを取られてしまう。さあ、3ラウンド目、 QWK のスコリー、うまい、確定を決めて置き攻め重視からシートスピン、渋いですね。さあ、タッチ途中 LP から展開、投げはしゃがんでタッチ途中 APLK を出し切っていく。さあ、前 RK からちょっと怪しい展開が続くか、ねじ込んでいったがアサルト拾えなかった。さあ、ステキャントゥースマから 2LP。 さあ、チェンジを拒否していく展開。さあ、おっと、新しい壁ゴン、横移動 RK からリゴのスカにワンツースリーを差し込んでチェンジする隙を作っていった。さあ、有利から背向け、さあ、ちょっとこの壁コン難しいケースけど、暗脚でバウンドに行けますね、壁コンボ。さあ、背面から直脚を出し切っていって、リゴ背面に対してワンツーを返していく。さあ、シャオユーはね、リゴ対カウンター取られても1入れでちゃんとねコビ回避できるんでね、この辺リゴからコビ、シャオ対シャオでは結構厳禁になってます。さあ、肩をねじ込んでいってアサルトから下、失礼が当て身で出し切っていく。さあ、おいしいがバウンドに行けない。シャガパンからターンを許してしまう、ターンを釣って、さあ、長打を選択したがしっかり横転している。ここら辺はね、昔からの差を使い、おっと、ここはでかいのが刺さってるルカが選手。さあ、最終ラウンド。さあ、 4RK から前進、これ多分時空直しでしょうね、横移動対策も兼ねた。方を前進からパクっていったがうまく通るのが、とーっとうまいぞ。方を横転からキャンセル投げを使って投げを当てていく。さあ、チョコ対策長打、バウンドから壁に持っていく、壁コンにいけないか、ここを投げでフォローしていく。さあ、置き攻め 2R 結果のさアパストを許してしまうが、さあ、壁から逃がしたくない、背面を取った、おっと、これはしっかりツテトゥースマから減っていく。さあ、台が移り変わりまして、ウィーカーさんとシューさんの試合。さあ、お互いシャオ以外のキャラを結構やり込んでいる。さあ、ジャブから展開、おっと、ここはシャオユー、月下時計を決めたかった。さあ、 4LK から激撃トゥースマー、 ORWP から展開を作っていこうというのがシュー。さあ、暗脚から復砲は通らない、前回 RP 一発目か、おっと、結構新しいや、しっかりスカ角を決めてシャオユーが出てくる、双壁締めでレイブンに変えていく。おっと、ここはシザースを使っているが、後転に対してハマーをねじ込んでいく。 RP から旋回を作っていく。さあ、確定ちょっと遅かったように見えるか、入っている。シザースは右アッパーが確定が変えられないが、おーっと、でかいのがぶっ刺さって死なないか、置き攻め重視。さあ、ここはたまらずクラッシュで右投げを抜けていく。
発信書ぶっこんで生ろう。さあ下段の押しが続く。いや長打は入らない。投げが通ってさあ置き攻めは暗曲からの置き下段から2号体が出てこないんです。前転からあ本人もビビっている。さあここからはやりたい放題していく。さあ大将戦、大将戦となります。さあ大将戦、折った3体モノクマ学園長。何これ、学園長ってどういうこと、動物園ってこと、動物園なの。さあこのモノクマという男、鉄拳を割とぶっ壊していくプレーに定評があります。マジでやりたいことしかやんねえからなこいつ。さあさすがに古参シャオユ使いのオッタさん、新しいシャオユの風にどこまで食らいついていけるのか。さあ横移動方向からダブル K、 しっかりこうダウン選択してますね。さあフェンタイキング、さあ出た、ぶっ壊していった、シャートクワトロ。さあシャートクワトロに使おう、確定ですね。振り向きシャガパンからのタチョチョ RPRP。 さあ置き攻めは 2LK から情報から出していく前衛機。おっとここは年季の入った超速が入って壁には絡まないが、オッタマンのクワトロがいつになったら3倍の速度で動くのか。さあ前 RP から出し切っていって置き攻め重視、ただ副砲打ちたいだけ。さあ左投げを通さないあるのか、オットマン。さあこのレイジのフェンをどこまで活かせるか、うさんくさい。さあ開幕は横移動方法から、そりゃね浮きますよね、え浮いちゃいますよ。さあいろいろ噛み合ってお互い、おっと噛み合わない展開が続くぞ。さあこういうグダグダした試合展開になるのがこのモノクマという男、強いです。すごい、俺はモノクマのほどあんま好きじゃないんだけど、そういうとこすごい強いからねこいつは。さあ当てていく、オソライス。おっとここは配信劇一発目で拾えそうだったが、ここは置き攻めに行く。さあダメなんです、こういうやり返そうとするとダメなんですこいつには。さあこいつ真面目な顔でやってます、これナルプじゃないですかね、本気でやってますからね本当にね。さあレイジ減りすぎなんだよなフェン。さあ相対から展開を作ってきたオットマン、置き攻めは前転からしゃがみ 3LK リーゴを見せていく。さあここら辺出し切っていく、しっかり確定しっかりしている。さあ誘われてしまったモノクマ、オッタワールドでオッタオッタできるのか。さあ怪しい RP が飛び出してくるよモノクマ、確定からペペンペペン。さあマイナス1からチェンジを通させてしまった、ワンツーから壁コンはいけないが、ジャブでチェンジを抑制しているのが、おっとさあどうする、学生が入らない。さあダウンを自分で作り出してチェンジの隙を作っていくところはモノクマ少しうまいですね。さあ確定ワンハイを入れて、さあ最終ラウンドとなってしまうのか、おそらい。さあやばいですよおっとさん、これやりすぎるとモノクマワールドに引きずり込まれますからね。さあ確定はうまいうまい。さあここは年季の入った須崎翔波、前壁から展開を作っていく。さあ出てきた出てきたガフ、さああと何回ガフが出てくるんだ。右投げを通してしまう、さあ置き攻めをどうしていくのか。わーモノクマクソゲー始める気、ガフはい減りすぎ。さあここはダメ統計を見てからしゃがんでいく、早くも老人の仲間入り。いやーモノクマ勝たなくてよかった俺当たりたくねえもん。さあ
次、ごめん、ちょっといいかな。すいません、届かない。ちょっと、トーナメント表が見えない。ごめんね。誰だあれ、なんて書いてんだあれ。ブライアン・モクタン、ハクラさんのチーム、チャチャさん、ボンバシーさん、リンクさんのチーム、お願いします。こっちですね。あ、じゃんけんしました。すいません、アディダスの袋忘れてる人いませんか？アディダス。はい、捨てておけばよかった。で、あと、じゃんけんしました？チャチャさんと。すごいですね。今回、ブライアンさんとチャチャさん、海外勢同士のリーダーですね。グローバルだね。グローバル。さあ今回外国からも遠征の方が来ているシャオイオフ、あ、すいません、これで書いていただいてもよろしいですか。外国から遠征来ているシャオイオフね、原田 B もちょっとびっくりしてましたけど、おやっと来てくれましたが、会長エントリーまだ？俺ちょっと切れてるよ今。俺だって今日さ会長と一緒にやろうと思ったのに会長がいないから。いじってるだけでしょ。前嫌いなわけないだろ。チュしてやろうか。やったー。あ、ペン待ってよ。さあ、ちょっと放置してましたけどね、どうしようかな、これどっちも話したいけど、ここはちょっと、まあ、両方ね、ちょくちょく交えて喋っていきたいと思います。さあ、リンク、自分が映ってることが気になっている。どんだけ自己顕示欲高いんだって話だな。複数回参加してる人はいじるに決まってんじゃん。さあシャオの脇を元気よく見せていったのがブライアンね。さあリンク対ブライアン、どういう試合展開を運んでいくのか。さあブライアンさんね、今 1P 側のシャオの方、海外勢の方です。そうですね、リンクさんは新潟の方ですね。お知り合いがいらっしゃるようで。さあここでブライアンさんはね、最近ちょっとねセガであってミハルがいないのが辛いんですとおっしゃってました。多分よね、ねじまきさんとすごい話が合うんじゃないかと思います。まきさんあたりとね。なんで後でちょっとお話ししていただきたいところ。さあ試合展開はというと、リンクがガツガツいって割とダメージを取れている。ここで下段を通していくのがブライアン。さあここおっと、リグオーじゃないね、情報だとコビを入れたかったがね、ソロだと確定になっちゃうんでね。またちょちょ LK からダンク、前回 RP 下段をうまく刺していくリンク。さあ転生に対してチェンジ、あ、3枚持ってたらいい、あ、これに入れた、入れ、全部入れて。さあ試合展開、気づいたらブライアンが1本取っている展開で、キングが投げをダウン投げ決めて、大き攻めはブラックボム、ね、投げが噛み合って、さあ大き攻めのローハイは一発だけ食らって大天で逃げていく。さあ左さばきから展開の速い左投げ、右投げがね、右投げは避けておそらいからくるくる回って、本当にねシャオユー使いっぽいシャオユーですね。素晴らしい。さっき大塚さんもボコられてましたけどね、ブライアンは強えぞってみんなから評判です。さあ素晴らしいシャオっぽい、シャオっぽい超嗅覚、早いですね。チャチャさんもう勝ったの。早い、すげえ。解説したかったんだけどちょっと後でねやるしかないね。さあチャチャさんが後で見るためにも、ここはリンクに1本取ってほしいところだが、ブライアンのストライディング。さあここは復方としてリンクが割と、もうしっかり正面向いてるよ。いよいよ自然カッターもしゃがんで、さあコビには確定を入れて、さあ大きすぎ、副砲山盛り、
社オフの何たるかをもうすでに分かっている男。そうですね、くる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 して最終的に復活ヘッド、素晴らしい。さあ下段を通して下段からシャイガパン、素晴らしい、有利を取ってちょうどチャチャの顔が歪む大きさの重視。さあくるくる回って、さあここで対応、シャイガパン動いている、この男素晴らしいですね。さあここでボンバシーさんを拝むチャチャさん、拝んでいる、みこしにはなりたくない。そうですね、フリップ今見てる方、フリップもせっかくなんでやっていっていただけるとありがたいですね。フリップもったいないからね、ボンバシーさん始めていいよ。ここはずっとフリップしていいんでやってくださいね。順番来たら捨てゲーしてもらって構わないんで。受付ですか。間に合います。ブライアンさんの友達です。違います、ブライアンさんのお知り合いです。あー、カリフォルニアから来たから。まあカリフォルニアからもう来たことはいろんなところに住んだことがありますので。あ、そうなんです、はいはい。あ、じゃあちょっと今受付します。よし、行くよ。さあボンバシーさん対、これ誰かな、誰だこれ、博多、わあ来た、スペルマキシ。さあ僕の大好きなスペルマキシがこうどんだけドビドビしてくれるのか。おっと長打を入れていく。さあ生のから展開を作っていく。どっちがスペルマキシだ、ボンバシー浮いてしまう。チャチャの顔が歪んでいるよ。うまいよ、うまいよ、スペルマキシさすが。これは自信満々のボブに変えていく。さあワンハイから肘カウンターを取っていくボンバシー。さあ A1LP から 4LP が見えたがカウンターしてしまう。さあ確定が入れない。さあしゃがみを見せつつ中中を警戒しているのか。さあしっかりコンボにはいけなかったが LPLP から展開を作っていきたいボンバシー。さあここはなんとかシャオユの体力を回復するまでは GC で頑張っていきたい。さあ大木蹴りを食らって、大木蹴りも食らってしまう。さあここはコンボチャンスいけるか、大きすぎ重視。さあタチュー LP から下段下段 QWK 食らってしまう。LPLP からたくっていく、確定をもらってしまう。おっと、章勇で練習だぞ。さあ、どこまで減らせるかを、おい、ふくろチャチャが爆笑している。これはひどい。さあ、ふくほうとふくほうの打ち合いになると、誰が予想したと思うけども、いや、みんな予想してたよね、これね。おさあ、4LK 出なかったか、タッチ途中 RP カウンター、ボンバシーの足が若干浮く。タッチ途中壁コンボいけるか、これはちょっと短いか。配信下段からリゴンねじ込んで、体ごとねじ込んでいくボンバシー。さあワンワンツーからの展開、 LPLK から前回 RP カウンター臭かったが投げが取れない。おっと下段を先に刺していく。おっとタッチ途中 RP が出ない。さあ大きずれ、下段落とさない。さあボブどうする、投げていく。さあ帰れるのか、これはさばいていくタチチ RP、 おーすっげえコミがぶっ刺さって、そういきかダンクを起きてる。さあ LK どうしていくのか。さあボンバシー子さんの意地を見せつけることができるのか。カカンちょっと遅れたがダンクが、おーしゃがんでいるこの男。ここから 2LK 有利から 4LK ヒット確認できているのか。さあリゴーからバウンドにはいけない。ワンツースリーからハイキック。さあくるくる回って RK から WP1RK から出し切っていく。さあ 1RK 有利からうまい。さあわーっとコンボ見せてしまう顔を覆っているチャチャ。さあここは何としても勝っていきたいんだが、ボンバシー頼む、何とかしてくれボンバシー。さあ壁コンには絡まないが、ジャブからジャブ下段、おっといろいろあった。
さあここは LP から、LP から投げ、さあ置き攻め長打はしっかり左横転で回避していく。シャオ対策の基本ができていること、スペルマキシリゴから前転刀剣、 RP からガンガンいったさあここはボンバシーがみこしで終わってしまった。さあ次の試合、ごめんリンクさんちょっと見てもらっていい？次の試合だ、ちょっと今受付中だから。光さんのチームとシャオスカのチームお願いします。あのスペシャル障害あこれ障害、老害チーム、あっちが障害でこっちが老害だからハイパースペシャルシードなんで。今来た人はちょっと3オンに混ぜるの難しさ、どうしようかな。マルモと会長来てるよ。さすがにもう今から無理遅いのが悪い、それはしょうがない。それをもうちょっと無理だよ今からは。すいません、じゃあ次、できます。光さんのチームと誰だっけ、光さんと誰誰のチーム、光さんのチームとシャオスカ、シャオスカ、オッケー、できる？おなしゃーす。すいません。それもありにして、これも落とした人います？コイン落とした人いらっしゃいます？はい。もう一回ちょっと説明しますね。ナルオキさん、このコインは最終的に交換したりしてもいいんで、勝ったらちょうだいとか約束してもいいし、このコインの中でランダムで後で決めるんですけど、抽選があるので対戦相手に声かけて交換しようぜとか、勝ったらちょうだいとか言ってください。さあここはさすがに一匹筐体解説していきたいですね。俺大好きなんだよな、もうボナンザ、さあミヤコさんとボナンザさんの試合。これミヤコさんね、昨日マルブ菊池ミヤコさんでね、うちに泊まってたんですけどもね、ねじ巻き鳥が本当にうざかった昨日はね、人の家でねくつろぎ始めてね、それはいいんですけどね、ミヤコさんに対してさ風をかぶせていくのがボナンザ、セーラームーンとねタキシード仮面、前回と変わらぬカスタマイズ。さあここは背面確定ですかね。さあタックルを決めていく、左アッパーからフラヒを通していきたいのが宮古。さあ明らかにボナンザネタを隠し持っている感じの顔をしている。決めたいのがあるんやと、ボナンザはいつもそうですね、すごいコンボを隠し持っていって決めたいからために出てると。さあ起炎風できなかった、奈落を通していく。どこですか？あ、大丈夫ですか？さあここから右投げを通してしまった。さあここはラースだと左アッパー魔節ボルトを決めたい、打点高くないとね左アッパーを抜いた方がいいです。さあここはおっとめくり財布をミスっていく。さあ弱るピルケか奈落、ワンチャンあるか、おー
越してる。さあこっから 3LKLK 前は WP を通しておっと投げに対して焦げつね暴れていった。オソライト起源圏にオソライトを入れている。一瞬大助半が見えた。さあ沖攻め刀剣から、おっとこれは確定が入れれないか。おっとうまい、さすが美和子当て感はすごい。さあ左さばきから左さばき、キル3体マキシさん重いです感じだが、ダウンドから入らない。さあマヤルピ投げを通してしまう。さあ右投げからの展開、前ダッシュでプレッシャーを与えていくミャーコに対して、ハリセンバウンドからライジン入んの、またネタを隠し持っている。ボランザー頑張れ。さあ起源剣、起源風決めたい、起源風決めたいんです。ボランザはさあ副砲打っていくミャーコ、さっきの試合で副砲が通ることを学んだ。つうか昨日のの試合でも打ってた。さあコビに確定入れないが、おっとダウン選択うまい、多分隠ってますよねこれ。さあタックルで押し倒して JK リフレからさあコンボに行ってしまう。虫の息のボランザどこまで行ける。ワンワンからコンボに行く。うん、フリップやってね。さあ 2P 側の 2P じゃない B 筐体変わりまして、ノーネームさんと誰だろうこれ、ピューピューさん、ピューピューさんかこれ、ピヨピヨさんとトロノンごはんさんが戦っている。さあピヨピヨさん最近鉄拳はやってないと言っていたが実際どうなのか。さあここからカウンターからコンボには失敗してしまう。スライディングからこれはまだある、あーっとこれはワンチャンを作ってあげた感じ。さあワンチャンがなかった。負けててもやります。で早稲田なんで一応負けててもね、プレイヤーの方、あ、プレイヤーの方は諦めずにやってください。座って座って、左側左側はい、ねじまきさん到着。丸部って受付したの、これだけ。え、渡した？丸部、丸部ちょっと来て。名札とかは？あ、受付お願い。ではカリフォルニアの方。さあ 1P 筐体 A 型 A 筐体ですね、 A 筐体に移っていきます。さあシャオスカ対、これは誰だ、ヒカリさんかな。さあリリー・シューラーの方、これ誰だけど、これ誰、シャオスカの反対、ヒカリさん、ヒカリさん。さあここでシャオスカが一本落としている。さあここはシャオスカに頑張っていただきたいところですね。さあ激壁ショーから、さあここは吉光に消えていく。さあこの吉光必殺、必殺がまた出るのか。さあうまい、
さあ、背面確定とかあるんですかね。有利でかそうですが、吹雪からこれはジャンステ逃げですかね。リリーでうまくジャンステ逃げをしていく。さあ、横井戸 WP から無理やりハヤブサをねじ込んでいったシャオスカ、大きさめ重視。さあ、ここは切腹キャンセルからの施設減満、指切り減満があれ、よく分からんけど、さあ確定ですね、これ多分確定入れてエアファングから試合を取っていったのはシャオスカ。さあ、ここは投げからうまく展開を作っていきたい光に対して、あーっと、ここはコミ客まで入れておきたかったが、さあ、ここはバウンドさせてダメージを取りに行ったが失敗してしまう。エアファングからこれは鉄板連携ですね。ジャブで落とそうとするとハヤブサが潜ってしまう。さあ、エアファングからの鉄拳レイク、うまいシャオスカに対してワンツースリーで拒否をしていく。さあ、 2RP、 RP を出し切ってエアファングから、はいはい、バウンド行って 4RP から、おー、しっかり死んだ。素晴らしいですね、今のダメージ調整は。さあ、ここは長打を許してしまうシャオスカ、バウンドからこれは無敵タックル重ねですかね。シャガパン、あ、それそれそれ。さあ、シャガパンから吹雪を当てたんですかね。コンボに行っているのシャオスカ。さあ、ねじ巻き取り間違えてスタート押さないでよさあ、ここで生ロから展開を作っていくのがうまいシャオスカ。これね、ちょっとね、難しいよね、ああいう当たり方するとね。さあ、4RK 一発目スカって小月を置いていく。ここら辺シャオスカ一方動きをしている。さあ、投げに、右投げですかね、右投げに対して超吸客をしっかり刺していった光。さあ、ダウンに対して前々 RK から展開、ここはアシュラが減っている。出たー、減りすぎさあ、今回シャオユーのね、シャオユーは副砲だけ、サブキャラの方が活躍してるオフ会となっておりますけども、わかんない、本人に聞いてほしい。あー、シャオユーさん、お疲れ様です。あの、ランダムスリオンだけ終わってて、個人戦とかは全然大丈夫です。シャオユーさん来た、あれ、なんか仕事してるみたいな感じ。もう無理、さすがにもう1回戦終わっちゃった。騙されたやつが悪い、騙されたやつが悪い。はい、もう一回一応のちょっと説明しますね。2回戦入る前に説明します。渡されたコインですけど、これ自由にしてください。あげてもいいし、勝負に勝ったらちょうだいって約束してもいいし、コインあげたら前入れしてくださいって約束してもいいし、裏切ってもいい。ね。ね。最終的にコイン、何色かのコインは内緒ですけど、何色かのコインが一番多く持ってる人が特別称号ゲットです、今回は。カスタマイズ賞と個人戦とそのコイン形式ですね。なんで別に強くなくても、ね、コインを置き忘れてるやつがいたらパクっていいです、もう。もう、パクっていい。もう置き忘れてるやつが悪い。でね、コンボ食らってる相手に、コンボ食らってる間に反対側行ってコイン取ってもいいです。そこに置いてるやつが悪い。でもこれない。うん？あるあるある。次の試合、じゃあ第2回戦ですかね。大塚さん。そう、すいません。品谷さん、大塚さんチームの下って勝ってるチームなんですかね。おたま、なんか。あ、じゃあちょっとマイク変えていいですか。おたまチーム。はい、大塚チーム、試合です。じゃんけんしてください。最初はグー、じゃんけんしょい。最初はグー、じゃんけんポン。大塚さんは 1P か 2P 選んでください。
スピー。じゃあ、オタマ向こう行ってください。はい。しないよさん、しないよさん、お金を払っていただけたかどうかお願いします。いくらですか。じゃあワンピーツーピー席に着いたら試合を始めてください。大塚さんがツーピー。お久しぶりです。お久しぶりです。お疲れ様です。お会いしたかったです。マスターカップの時はサイレント来たからカードを渡してこうやってもらえば。ああ、そういう。あ、ポイントで釣ればいい。ああ、眠気の方大丈夫。眠気はね、つけよ。すみません、なんか昨日は。いやいや。じゃあ席に着いたら始めてください。もう一人の人いないんだけど。え、誰？いないんだけど。ルカちゃんと？俺の相手、この。すいません、フリップの台なんですけど、フリップもうちょっとガンガンやっちゃっていいんで、同じ人がね、ずっとやってもいいんですけど、いないんだったら、できるだけみんなやった方がお得なんでやっちゃってくださいね。じゃあ、台戦発生しますけど、あんま気にせずやった方がいいですよ。どうせ後ろに人がいたら変わらないといけないんでね。お願いします。はい、ただいまから2回戦開始していきます。はい、いつものことながら今回シューディーさんがいませんのでね、シューディーさんいないと声出せない人が多いんでね、頑張ってくださいね。はい、さあ、シューディーさんいないとつらいね声出してだからね、シューディーさん、シャオーブのさあ、B 筐体見ていきましょうか。さあ、ルカさんと大塚さんの試合、ルカさんね、今回、女性プレイヤーですかね、参加していただきました。さあ、シャオフ、シャオアンナっていうね、結構ね、素晴らしい組み合わせ、結構会社いいと思いますよ、僕は。シャオアンナで、さあ、ここから壁コンを決めていくのを大塚、安定重視。さあ、ここうまいですね、さばきでさばいていきました。さあ、ここはちょっと間に合わなかったか、拾うことはできなかったが、白煙を出し切って有利からガツガツ攻めていく。うまい。さあ、チェンジ狩りの長距離角が刺さって、大塚さんが苦い顔をしているけどちょっと笑ってるね。さあ、2ラウンド目、お互いくるくると噛み合わないが、これはカリソウク側面投げですかね、側面投げが入っていく。さあ、生ので横移動を抑制したいが、横移動から折れずに下段卓をかぶせていくのが大塚。さあ、リゴからここね、バウンドさせたいよね、難しいけど。さあ、ここはうまいが空中くらいになってしまった。大塚ホット胸を投げ下ろして出た、双壁、双壁じゃねえよ、福宝寺さん。さあ、壁まで届かない、どうせだったら壁に持っていけ。さあ、ちょっとちっちゃかったが 3RP で剥がすことができない、投げをこすっていた。シャガパン遅いね、それその暴気拾えていない。大塚、そこはバドリングビートから拾えない。さあ、大塚が拾えるのは長打と福宝だけ、からっぽいぞ。出し切って、そう、ちょっとちっちゃいからスカるんです。さあ、シャオユーには対してはですね、カリ総力もしくはセムケ LPRK を、コンボの主導にしていかないと、コンボが入りづらいことがあるので、全国のシャオユー使いを参考にしてください。さあ、まずいまずいと言っている大塚サイド。でも試合展開はね、大塚さんは負けそうなんですけど、ウィーカーさん頑張っております。ウィーカー逆じゃん大ピンチじゃん、菊池菊池がなんとかしないと、これは大塚のみこしを担げない。さあ、 2LK から有利を取っていきたい大塚に対して、おっと、マッターが当たっている。で、下段カウンターからバウンド。さあ、置き攻め重視、うまい。さあ、なんか LP かなんかね、出てましたけど、 3RP に駆られてしまいましたね。さあ、出し切って大塚トゥースマをこすっている。さあ、ヒット確認できなかったが、出し切って、壁がカメラマンの上、うまいね、非常にうまい当て身。さあ、ここはちょん蹴りから自分のターンを作れるか大塚。さあ、温まって
ている。大塚の中で何かが温まっている。出た、やっぱりそれだと思った。さあ分からされて、さあ試合は菊池がなんとかしなきゃ、菊池がなんとかしなきゃ終わっちゃうんだよ大塚の青春が。さあ OWP ガードからまだ始まっていない、ただの妨害。さあゲランとしていくぞ菊池、魂の即団体。さあここ菊池、今風が乗ってきている。場内が当たってバウンドから、さあ龍鳳置き攻め重視、リゴ美味しいぞ。さあ置き攻め重視からバウンドに行けないか、パルスで嫌がらせをされていく。さあマイナ1からは LP を通しがち、うまい。さあ QRP で危機を脱出していった。おっと下がってからのライトが待っていた。さあここは置き攻め重視、マイナ LP から展開を作っていく。さあここから菊池道場が始まる。起き上がりはその勃起か、当てて、さあ下をガリガリこすっていってカウンター。さあこれ菊池下克上ありますね。大塚菊池を見習ってほしい、この魂のメンタルの強さを。さあ投げを通してバウンドからシャオユーの、おっとここは間一髪といったところか。菊池いけ、菊池あれだ、あれを出すんだ菊池。さあ昨日教えたあれを出すんだ菊池、いけ。さあ出し切ってワンチャンをつかめるか菊池、いけ。今はやれそれではない、少なくともそれではないんだ菊池。さあ背向け投げさあ大将戦オッタマン対エマソン。さあね、不甲斐ない大塚は置いといて菊池は頑張りましたからね、その菊池の頑張りに応えてエマさんは勝利で終わってほしいところ。さあこの3倍の速さで動きそうなオッタマン、おやつカンパニー、開幕は前ダッシュで詰めていったエマに対して横移動方を見せていったオッタマン。さあ相手のシャオ対策具合を調べようといったところでしょうか。さあ前ダブルピーに対して弱連を返していく。さあ今月から手向け RP、 さあ箱屋陣中でダメージを取っていった。さあオッタマンジャブから会話を始めていきたいが拒否られてしまった。 2RP からほーしっかり前走だ。おっとここが噛み合わなかった。左横移動からだとバウンドちょっと難しいですよね、フェンは。ただ途中 LP からバウンド 1WP 安定コンボからシャオユーを出していく。さあシャオ対シャオなら自信があるのがオッタマン。さあオッタオッタにできるのか、長打が空中ヒット、ジャブで揺れないか。マイナス LP から生ローを見せていく。さあマイナス1からの展開はお互いチェンジの展開。マイナス LP からバックダッシュステテルズマンに対して横移動 WP 煽っていく。さあダッシュがうまい、素晴らしいですね。下段タッチ RP ですね、 RP からちょっと引き積み少なくて素晴らしいですね。刻みを一つ少なくしてから温まっていた方フックホーレット。さあガクスンで安定コンボ。さあ方 WP から LP 3RK 生ローで細かい展開が続くシャガパン。先ほどからエマさんジャンプボアしてますからね、多分ちょっとレバー合わないんでしょうね。さあ 2LP から丁寧に削っていくエマに対し、リゴーからオッタオッタにしていきたいのがオッタマン。さあ横移動からしっかり待っていた、置き攻め重視から中段を当てていく。さあここからどこまで減らせるかにかかっているオッタマン。リゴー一発止めに対してクラッシュを当てていく。シャガパンタトチュー LP、 細かい展開が続くがヒット確認を匂わせてファジーを崩す刀剣を打っていく。
さあここで長打をぶっ刺していったのがエーマ。ここでどこまでネタ殺していく。さあこれは多分結構減りそうなルートだがちょっと使ってしまった。うまい、チェンジ狩りの長打を決めて、ちょっと軸が左にずれているがここはリターン重視、素晴らしい。さあ3ラウンド目はタッチ RP リターン重視、体力のあるうちに倒しておきたいシャオユ。シャオユオフですからね、シャオユ倒すと大体の人は若干折れますからね。さあしっかり減りますね。さあ置き攻め重視から前 RP 横移動から浮かせを狙っていくアリサ。前 WP 有利を取りたいがチェンジの隙を作ってしまったが、ライトを使って前 LP で牽制しながら、さあ前 RK が刺さって置き攻めは気弾撃傷飛ばして、よくあるんですよねこれ、なぜかワープしてしまうというか反対側に行ってしまう。さあオッタマンのファジーガバガバになっている。タッチュ LP から美味しい。さあこれオッタマン落ち着きたい、落ち着きたいところワンツースリー食らってしまう。オッタマン前前 LK 出てしまった、多分流鵬化けですかね。さあ4ラウンド目リゴーからまだ展開を作ってきたオッタマンに対しアリサで積極的に拒否していく。さあ左投げロングレンジ通ってしまう、置き攻めはそうアリサ避けるんです。さあここで情報から連番だ、ガメラガメラに対してさあバウンドに、おっとこれさっきオッタマンがやってたやつじゃないの、またやり返されてしまった。オッタマンさたまらずフェンに変えていくが、 3WK から 2RK、 さあ丁寧に削っていくオッタマンに対し、もうなんか当てたら勝ちなんじゃないのっていった感じの立ち回りに切り替わってきたぞ。さあここで UFO ガードされてしまう。さあ体力的にはこれはアサルトは使わないのが正解でしょう。ここでバウンドタサルとか、うわこれ減るんですよ、置き攻め重視。おっとこれは選球体入れておきたかったところ、オッタマン出し切っていく、ここはうまい割り切り壁、おっとちょっと安いが、でもバウンド難しいのか。フェンは行きたい、ここは取っておきたい。エマわーシードってどっからだっけ。あ、いきなりあれか、これ純潔に殴り込むんだっけこれ。はい、次光さん対、じゃあすいません間違えました、うん、ブライアンさんのチーム対シャオスカのチーム。そう、しかも超老害チームじゃああれなんですよ、僕と家さんだけ余って、じゃあ最後に来た人余った人ねってマキシさんがやーって来たら、あ老害だって老害チームになったいや大丈夫大丈夫、ここまで勝ってきた人だから勝てる。こっちが優勝したら優勝したで誰かにみんなバラバラ。さあ準備はよろしいですか。
ブライアンのチームとシャオスカのチーム。はい、これもう上げます、上げます、上げます。起こした男としたやつが悪い。はい、メダル積極的にパクったり交換してください。パクっていいですよ。ここはダメ。あのさっきのコンボすごかったです。メダルくださいでいいんで、前入れしてください。メダルくださいでいいんで、積極的にメダルパクっててください。さあ、これブライアンさんのチームとミャゴさんたちのチームですね。シャオスカか、シャオスカのチーム。さあ、これせっかくなんでね、影響体の方実況していきます。さあ、ブライアンね、見張るいないからっていう理由で、シャオをソロでやってますけど、非常にね、素晴らしいです。上手いプレイヤーですね。さあ、対するミャーコはラースでガリガリ言わしていく系のプレイヤーね。素晴らしいほどトリガーをパナしてくる。行ってるそばから、これ。さあ、壁コンボ、ちょっと3位や、それ入りづらいぞ。さあ、下から来て、リゴから情報リゴを RP から、おっとシャガパンを通していく。さあ、ミャオコ一本取って有利になったか、精神的に。さあ、ライトゥーパナしていくね。ミャオコさんのパナし技術に関してはねじまきさんも結構褒めてましたからね。さあ、復砲パナしていく、当たってしまうミャオコ。あ、ミャオコじゃない、当てたんだ。よ、 RP から、おっとここは丹田に対してカウンター取っていく。さあ、副砲打ち返していく。泥試合の様相を呈してきたぞ。さあ、ここは長だからね、拾えない。手向けからコビ、素晴らしい反応ですね。さあ、白蓮から、ここは拾い直しを狙っていったブライアン。さあ、左さばきがマキシさんっぽいな、なんか。さあ、投げを通していく。3ラウンド目、 QWK ゴスト。おっと、コビ打ってる。なんなんだこの人。さあ、それじゃないんだ、ミヤコ。おーっと、入った。刻みが1個少なかったのが幸いでしたが、 4WP から QWK。 おーっと、なんか出たぞ、多分 7LK か。さあ、ブライアン、自分の鉄拳を取り戻してほしい。さあ、レイジは使ってしまったが、落ち着けたか。しゃがみからファジーを駆使して引く。 LP から投げキャンセル、しっかりガードしている。背向けペペンからの読み合い、左さばきで球技生ろう。さあ、細かい展開が続いていくぞ。白蓮からコビを思い切り打っていく。リスクなんか気にしない、これがミヤコ。さあ、生ろうからオペラコンボ。さあ、オペラコンボから怪しい絶賛。さあ、しっかりね、かくってる、チャット入ってるからと。さあ、 2P 側に移っていきましょうね。 B 兄弟。さあ、 B 兄弟、木炭対ピヨピヨさんかなの試合が続いていく。さあ、ここはピヨピヨさんが取ると、一気にもうブライアンが虫の息になるぞ、チーム的に。さあ、逆オンツスリーに LPRP が、 RPLP だね、投げを返していった。さあ、デジャブ、肘。さあ、白蓮フルーツにお心中返すのちょっと難しいね。さあ、うまい、天空が刺さりのネタかな。さあ、元気のいい長打は拒否られてしまうが、白蓮、これ不悦意識させるんですかね。さあ、バウンドして、おっと、これちょっと難しいコンボを狙っていったが、ここ大きさの重心。さあ、ここはしっかり壁まで運んで陣中ダメージを取っていく木炭。さあ、ここは大き攻めに前の LP から 4LP、 バウンドは絡まない。おっと、さばいている。さあ、ここは壁攻め、前 LK からやりたい放題はとがめられてしまった。逆ワンツーから、さあ、早期キック置いてあった。シャオイの体力が残っているのに死んでしまうすか。さあ、開幕長打、これがシャオユ使いなんです。シャオユにとって長打ホーミングだからね。さあ、バウンド、あー、これ
は入らないんです。白陽天部刻み方気をつけないと入りません。さあこれで崩れてしまわないのを祈るばかりのピヨピヨ。おっと今のは見てからじゃねえだろって速さだったが素晴らしい感覚でしたね。さあ WP からおっと速球素晴らしいですね。反対側に行ってしまう。これがシャオユー愛されボディ。下段から大刻み重心。さあピヨピヨ持っていきたい。さあこれはたまらずシャオユーレイジのシャオユー出していく。さあシャオユーオフなのでシャオユーに切り替えていったのが運の突きだったか。安いおうまいしっかりここはおっとファジーを崩していったか。ああマジでその辺にいるよ。マジであれじゃない日清はさあシャオユ使いみんな遅れてきます。見えないんだけど。あ、博多さんか。いや今ね、鳳凰さんが来たのかと思ってびっくりしたんですよ。嘘でしょと思ってなんでやってんのと思って。スペルマキシだったか。あ、博多さん、博多さんじゃないじゃない。びっくりだよ、本当に鳳凰さん来たと思ってさ、びっくりしたんだよ。さあ、シャオスか。おお、偽物に対してどれだけいけるのか。さあこれはシャオ使いの格を分からせていったのがシャオスか。さあ開幕長打に対してジャクレンからセロハンテープを見せていくスペルマキシ。さあ 4WP から即弾一発目 2LK 生の素晴らしい。シャオユー使いとしてなんかねすごいそういう連携多いですけどやっちゃうんだよね。さあ背向け 2LP から、さあ先ほど勝利をもぎ取ったエアファングをガツガツ打っていくシャオスカン大使。ダンクカウンターから壁コンボちょっとスカッとしまう。さあ背向け投げリターン重視。さあ沖攻めはコビを打っていくがたまらず変えていったのがシャオスカ。ジャンボンジャンボンからファジーを崩していくがしっかりね今頬を伏せから大きいゲル打ってますね。あれ完全に超外のねファジーになってるみたいですね。さあここで有利から下段を削り取っていく。これはたまらず中段を、おっとシャオユーねちっちゃいね。さあ必殺芸が始まっていく。おっと多分今しゃがパン角ハンナのを見越してしゃがんだところにジャンボン行ったんでしょうね。さあここは落としてしまうシャオスカ。たまらず顔を打った。ダンクからトゥースマ 2P 側の結構安定コード。さあ好転しなかったので止めさあ次ああ始まった。はいはい、オッタマンのチーム対ローガイチーム。あーなんかまだやってますよね。え誰誰ウィーカーさん。ウィーカーさんすいませんちょっと出番なんですけど、前入れでお願いします。仮装欲とかそういう引きでいいんで。あ、そうだね。ねじまきさん実況して。やって。手伝って、ちょっとは。いっぱい手伝ってもらってるけどさ。最初はグー、じゃんけんチョキ、アイコでパー、よし。パーじゃねえじゃねえか。え、ダメ？あと、一ピーでしょ？おー、一ピー、一ピー、一ピー。はい。え、俺が実況。いや今日はどうも皆さんこんにちは、ねじまきどりです。今日は来てくれてみんなありがとうございました。
長丁場になると思うんですけど、楽しんでいってください。あーどうも、こんにちは、お久しぶりです。ちょっと鉄拳やります。もうなんかねじ巻きのりがマイク投げたんでね、持ってきましたけども。さあ1ラウンド目すでに取っているのはルカだか、画面が映ってるのはマキシの試合か。さあユウスケサンタマキシ、雷神になったことよりニーナが達人の方が嬉しいという話。さあ1ラウンド目取られてしまうマキシだが、診断の意地を見せてほしいところ。さあ叩き落とされて KWK から攻撃脚をパーナーしていく。さあ投げを通して置き攻めはビッグブーツ。さあチェンジを許してしまうが、背面よ上面なんですね。双壁を当てて 4LK 有利から左アッパー展開を作っていくマキシ。さあ入れ込みの右アッパー刺されなかったが踏まれて、下打たれて踏まれて、さあ 3LK からガンガン展開を許しているマキシ。さあ自信のある勝利に返ってきた。スラッシュから QWK。 さあお互いにどっちが先に触るかというところ。さ、大体先に手出したら負けますからね、醤油対醤油は。お互い攻めたくないというのが本音でしょう。さあ年季の入った副砲だったが、さあおじいちゃん勢なのかおばあちゃん勢なのか。マイルピーからハーマーを許していく。さあマキシさんやばい、イエさんも負けそう。さあ QWK かな、ポーテン投げ、暗脚からリゴ。さあここでうまい焦げ線を当てていく。さあシャオユーの使い方は非常にうまい、出ていないがニーナに変えていく。さあしゃがめない、くまらずクラッシュから、さすがにシャオユーで走ってるときは絶対に負けねえぞと、シャーニーナに変えていく。コンボがうまいぞ、入らない、大ピンチ大ピンチだったが、なんとかだと。おお、リーナで行く方がいろいろあってホッとする。やばい、イエユさん、イエユさん息してる、息してない。さあマキシさんが頑張らないと誰が頑張るんだ。さあスラーザク正体の月にハマーでコンボに行かれてしまう。WP に横を否定して QRP から有利な展開を作ってきてウィーカー。 RP から投げは 4LP をこすっていた、左さばきの要領。さあしゃがみから
え、死んだ？死んだ。イエユさん死なないで。さあイエユが早くも死んでしまった。神輿担がれたくない。マキシー何が見えていたんだ。置き攻め重視。さっきユーリからデレやべえ。マキシーが RP 食らいまくって、わーっとこれはわーっとワンチャンあるぞ。さあそろ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 本当のライジン様の実力を見せていってほしいところだが、やっぱり新版までみんな出てくる。さあ下段から下段を食らって、さあ 2LP たまらず章勇出してきた。 QWK 刺さっている。超吸客攪拌安いんです。逆うわー、これダメだ、もうやばいな、これ。おっとなんとか、危ない危ない。マキシさんこれ霜降りですよ。おっといった年季が入ったコミ客。さあボタンこすっているこいつ。俺はしゃぶれ。マイクを向けるんだよ、もうやめろそれ。セル実況。さあ壁から逃がしたくないドリネンに対して白蓮をこすっていく。さあまあやめろ。さあフェン、フェン出てくる。フェン逃げたい逃げたい逃げない。さあワンススリークラフテジャブから逃げない、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 逃げる。よしよしよし、はい出し切っていく。マイク入っとらん。お、入った。はい。おい。なんか暴発するんだけど、これレバー、やばい。はい。はい。お、いい感じだった。はい。フォークしっかり。はい。はい。はい。なんで？なんで？
いやー、太田さん、時代は変わりましたよ。時代はラースです。さあ、次の試合いきます。どこだろう、これ。どっちが勝ったんだっけ。シャオスカのチーム、シャオスカさんのチーム対ニーミーロキさん、ノーネームさんのチームお願いします。ニーミーロキさん、ノーネームさんのチームお願いします。参加費とか払った。はい、今回ちょっとね、特別ルール入ってますんで、なんだろう、醤油使いじゃない人はね、無理やり醤油使ってもらうっていうルール入ってるんで、ワンチャンあると思いますよ。ソロとかはダメですからね、その人たちは。ノーネームさんっていらっしゃいますか。ノーネームさんっていらっしゃいますか。今ノーネームさんいらっしゃいますか。いらっしゃいませんか。ノーネームさんいらっしゃいます。ノーネームさんいらっしゃいますか。ここノーネームさんいらっしゃいますか。いる、いる、いない。ね、ノーネームさんちょっと手挙げてもらっていいですか。あ、いた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 。すいません、じゃあお願いします。俺らもういきなりこんなとこ来ちゃってんの。ああ、決勝。すいません、すいません。リンクさん、ごめん、後ろ通るよ。大丈夫。ですね、今回ね、ランダム3-on、決勝に行く前の準決勝にね、2つの外のチームを入れておいたんでね、老外チームと障害チームっていうね。シャオ使いにおける障害とシャオ使いにおける老害のチーム入ってますんで、ぜひとも倒していただきたいです。あ、ニーミさん、もうこなのシャオ。さあ、これはどっちかというと、まあどっちかな。ちょっと先に始まったんでね、新見さんの方から実況していきたいと思います。さあ、今回マキシさんと一緒に来ていただきました。新見さん、毎回ね、シャワーフ来ていただいています。さあ、フェンイチョジさん、さあフェンイチョジさんのシャワーユー生ローから始めていく。しっかり、なんかすごい、もうしっかりシャワーユー使われてますね。デコンツーからオストライク、大ジャンパル系か、ホーミングから有利を取っていくのがピヨピヨ、ジャックレンから、さあここで刺さってしまう、食べ込むは入っている。さあ、置き詰めを、その期間投げを通してしまう。さあ、醤油やはり慣れていないのか。さあ、スティーブが出てくる。さあ、完全にスティーブだけで何とかしてしまわないといけない。さあ、下段はイークロが入らないが、確定も入れることができなかった。さあ、横井アルピンに対してジャブジャブの連携は入らない。さすがに、さすがの風神といったところか。フェンじゃない、スティーブの体力はまだ満タンだぞ。ちょっと減ってしまったが、さあ生ローからの展開を作っていく。シャオユー愛されボディ、さあバウンドはいけないが、イークローを食らってしまう。さあ、これあれですね、ピーカブじゃない、フリッカー仕込まれてますね。横移動 LP かな、 LP かまとめられてハッピーバースデー。おっと、これはワンチャンあるか。さあ、置き攻め、ロングレンジを通さない。さあ、時間がなくなってきた。しつこくロングレンジを打っていく。さあ、どうするのか、この体力差どうやって奪っていくのか。ニーミー魂のダーティー、さあどうなる。うわピヨピヨが一本選手。さあ、2本目、ここはぜひともピヨピヨさんにシャオユの体力が減る前に行ってほしい。さあ、シャオユがそろそろ虫の期間、
たまらず出していったスティーブに対して投げを重ねていく。いくよ、しっかり右横の方で避けている。さあこれは 2P 側の特権ですね。さあイークロ食らってしまい、スマッシュで離された。さあ方を構えて、これはドラゴニックハンマーあたりを誘ってるんですかね。さあダーティーから壁コンボにはいけず、さあ出てきて LK、 さあしっかり見えている。ピヨピヨ一応シャオ使いなのでっていう感じ、しっかり倒していく。ピヨピヨ全然あるんじゃないこれ、倒していく。ピヨピヨさああったまっていた下段から、さあ投げて失礼していく。さあ壁攻め、フェンを出していく。フェンじゃないスティーブ、しっかり背向け投げ、 RP は抜けている。さあクイックフック置いてあった。最大は入らない。有利からスマッシュ、先ほどからスマッシュを当てるのが非常にうまいですね。さあ大ジャンプ LP から逆ワンツーを絡めた。おーっとうまい、これは試合が決まりかねないぞ。おっとコンボを見せてしまう。これはこれは痛恨のミスか。スティーブが出てきてしまった、大ピンチ、やばい。ピヨピヨ虫の息、さあピヨピヨあと2本ある、まだまだいける。そううまいですね今の非常に。さあ RK 派生の出がかりを潰していく月下時計。さあシャオユー双壁に変わりまして、置き攻めをおっとしっかり打っていく。今受け身を取らなかったら非常にうまいですね。